20分間の実力判定。見事な転倒ぶりを披露しながらも最後は力強い波乗りを見せたのがこの番組の主人公、ロッチ・コカド・ケンタロウさん。そんなコカドさんを一歩リードするのがサーフィン歴4年の海が大好きなフリーアナウンサー、でも実はちょっと臆病な福永えいみさん。そしてイケてるサーファーを目指す2人をサポートするのがカリスマプロサーファー川村海沙さんです。波に乗ろうよ。手は軽めでいいです。そう、もうそのぐらいですかね。ちょっとだけ状態を変えて、そうです、ぐんぐん成長していくで。前回の実力判定で持てる技を全力で披露した2人、プロサーファー海沙さんの評価は。じゃあまずコカドさんから、はい、お願いします。パドリングしてる時にちょっと軸がこうブレやすかったりしてたので、はい、あ、なるほど。軸っていうのは横ですか、この前後ですか。寝てる時の姿勢が結構こうバランスを崩しやすい姿勢になってるので、はい、それバランス崩しやすい姿勢から立つとやっぱりこうどうしてもバランス崩して立っちゃったりするので、一定じゃないですか。そうですね、あんまりそんな意識したことなかったな。私はですか、福永さんは結構乗れてたので、はい、あの波を読む能力とかも結構。波も読めるんすか。うっそー、波とちょっとお友達になってる感じが。もうちょっと手繋いでるぐらいの、めっちゃいいやん。俺まだ会釈ぐらいやから。そうですね、まだちょっと。サーフィン歴4年の福永さんに実力差を見せつけられたコカドさん。では今回はコカドさんの課題を集中的に解決していきましょう。コカドさんの一つ目の課題、それがボードの上に立つテイクオフのフォームです。立ち上がる瞬間に左足がスムーズに出ないためバランスを崩して転倒することが多かったのです。このフォームを修正するためには、足を出しやすくするには、はい、ちょっとだけこう右肩を引くような感じ、右をちょっとだけこう抜くような感じから左足を持ってくると足が出しやすくなるんで。あ、そうです、本当だ。そうです、そうです、そうです。おー、すごい。それをやった方がいいですね。それだけでいいんだ。はい、皆さんは多分結構体幹ちゃんとしてるんで大丈夫なんですけど、こいで軽く胸下ついて、そうですね。あ、そういう感じが全然立ちやすくなった。その方がいいです。ほんのちょっとのことで、はい、そして2つ目の課題、それがパドリング。両手でボードを漕ぐたびに体の軸がぶれバランスが不安定に。ではこの不安定さを改善するポイントは。パドリングも見てると結構、はい、軸がこう、あー、ずれてます。頭のポジション、頭の位置見ててもらっていいですか。ちょっと軸がぶれてるとこうやって揺れちゃってる感じがするんですけど、ちょっとお腹に力グッて入れて低い姿勢キープするとこう頭が揺れないで、こうやってお腹に力を入れる。おへその、おへそにちょっと力を入れてちょっとボードを押すような感じ。あ、そうですね。で、こいでもらうと安定するので。なるほど。で、もう一個だけいいですか。はい、はい。結構今コカドさん手を伸ばしてるんですよ、うん、あ、伸ばしすぎると結構こうやって頭がこうやって揺れやすくなっちゃうんで、見てて結構気になったんで、手はあの余裕あるぐらいの位置まででいいので、前は、あ、そうです、もうそのぐらいでいいですね。軸軽めに、軽めに、そう、余力残してこぐぐらいでいいんで。なるほど。その状態でこいで手をついてひねりながら足を持ってくるみたいな。あ、そうです、あ、そうです、そうです。もう特にほんで波が来た時は、はい、うわーってやっちゃうから、もっと軽めで余裕を持って部活感出すっていうよりは女の子見られてデートする感じで、ちょっと優雅な感じで、そうですね、余裕を持って軸だけぶれないように、そうですね、でこいでやって、そうです、そうです、その感じで安定はするんで。なるほど、はい、オッケー、そこ意識やな。さあ、この後海で
実践、コカドさんに見違えるような変化が。波に乗ろうよ、波に乗ろうよ。硬いな、ちょっと待って。力めっちゃ抜いてください。了解です。ちょっとまだ。先ほど浜で修正したフォームを海で実践です。軽めでいいです。軽めで。まずはパドリング。大事なのは軽く漕ぐこと。もっと軽く。もっと軽くでも。もっと楽に。でも進む。進む。全然進む。カイサさんにお手本を見せてもらうと、乗るじゃないですか、バランスとしてこんぐらいに。なんで今早い進んでくるね。わかりましたか。正しいフォームでは軽く漕ぐだけでサーフボードが前に進んでいくんです。手大きいからでしょ。違うんですか。なんで進んでいくんですか。体幹でバランス取ってるんだ。あ、手とか関係ない。手はもう補助ぐらいで。で、さっきのお腹の部分。コカドさんもチャレンジ。体幹でバランスを取るとボードが安定し、軽く漕ぐだけでもスピードアップにつながるのです。あ、もう速くなってる。なるほど。それでいいです。体幹で、体幹で漕いでいく。腕で漕ぐと思ってた。違うんだ。違うんすね。体幹をしっかり使って。体幹で漕ぐ、はい、なるほど。今の意識して、腕ではなく体幹を意識して1回目のライディング。軽めで軽めで軽めでいく。軽め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 。おーい、スッと立ち上がり、バランスも安定しているように見えますね。まだ抜けるっす。まだ入ってるっす。もっと力抜いていい。こんな力入れなくてもいい。全然平気っす。板が滑ってくんで。いつもの半分も入れてないぐらい。今全然頑張ってないもん。もっと軽めでいいです。あれでいけるんだ。全然いける。やっぱそうよね。コントも力入ってたらあんま受けん時あるね。さあ、さらに力を抜いて。早くも手応えがあったみたいで、この表情。フォームを修正する前は力んでがむしゃらに漕いでいたことから、バランスが不安定になっていたコカドさん。今回体幹でバランスを取り、無駄な力を抜くことで安定感のある滑りに。正面から見ても勢いで立ち、バランスが崩れてしまう前回に対して、今回は立ち方もスムーズでバランスが安定。波の押し出す力を生かした自然な滑りに。どうですか。いや、ぐんぐん成長していってる。体幹めっちゃ大事なんですね。体幹超大事です。ほんま、ピラティスいかなあかんわ。体幹を使ってバランスを取ることはサーフィンの基本。その体の使い方に慣れれば、海の上でも自由自在にボードを操ることができるんです。バランスを取る場所を変えるんですよ。今まで手を使ったりとかバランス取るのに使ってたと思うんですけど、足だったりとか体幹の部分をしっかり使って。そうです、そうです。バランスを取って、はいはい、さっきは早く乗ってる、うん、はい、これ結構大事ですよね。はい、あ、波乗りたいね、うん、間に合わないみたいな。間に合わない時がある。結構あるんですけど、これはもう超ブレッシュ。さあ、体幹を意識して。コカドさん、割とイケてるじゃないですか。バランスも良くなった。ちょっとだけ波と友達になる気がしたな。ちょっと友達、ちょっと手繋ぎそうでしたね。なんか背中向いてたのがちょっとくるっと回った感じは。これ次の日の筋肉痛も変わってくるぞ。変わると思います。ね、無駄な力がなくなれば全然。うん、
気持ちいい、なんか幸福度だけ残るみたいな。なるほど、幸福度だけが残る最高な一言やな。やっぱそうやもんね、サーフィンなんてもう幸福度のためにやってるとこあるもんな。今日のハウトゥーはサーフィン中に前傾にならないようにすることが大切っていうのをお伝えしていきたいと思います。テイクオフした時のポジションを取ってもらって、上半身がこう前足の位置より前に行ってしまうような状況ですね。こうなると軸が前になってしまうことによってサーフボードの前側に重心が乗りすぎてしまって、そのままこけてしまったりとか、そういったことにつながってしまうので、前傾になってしまう位置よりもちょっと後ろ寄りにしていただくと真ん中に体重がしっかり乗ってくれるんで、サーフボードにもちゃんと重心が乗って波に押してもらうことによって滑って楽しく乗っていけるようになります。姿勢が前傾になると重心も前側にかかりバランスが崩れてしまう。重心が体の中心になるよう姿勢を意識するのが大切です。この位置をしっかりキープして乗っていただくと綺麗にね、テイクオフして波に乗っていくことが可能となってきます。幸福度だけが残るサーフィンなんて幸福度のためにやってるとかあるもんね。次回はコカドさんの上を行く福永さんがよりレベルの高い技術にチャレンジ。ところが立ちはだかる壁が。潰されたくなくて、怖くて。果たして恐怖心を乗り越えることはできるのでしょうか。